これは私からのプレゼントよ。ダウジングマシン。たかしはダウジングマシンをポケットにしまった。なんと、見えない道具に反応して、バッチリその場所を教えてくれるの。頭の上でいろいろ動いて楽しいんだよ。一度つけてみたらハマっちゃうかも。それじゃあ、たかしくんまたどっかで会おうね。お互いもっともっといっぱいの、ポケモンと出会えるといいね。よっしゃ、チャリ持ってるし。てまだチャリ持ってないんすけど。まあとりあえず死者は出ませんでした今回は。うん、死者なしでもう綺麗に回復していただきました。だからこういうのがあるから技を置いといてね、ゼロになった技も一応置いといて、うん、正解と、うん、なんだけども雷の牙を消してしまいました。仕方ない、これは。ダウジングマシン。ダウジングマシンはね、ほんと必需品。うん。これ、登録。よし。使ってみましょう。はい。スーパーダサいんだけど。こっち？ん？あ、こっち？ん？こっちか。あ、ここ。ああ！この辺りの草むらでかっこいいポケモン見つけたんだぜ。まあ回復してもらったからね、全然もうどんとこいだよ。もう信号どんとこいだよ。信号まだポチエナ使ってんすか、信号さん。まだポチエナっすか。アクタイプコメットパンチで落とそう。もったいないかな。もったいないね、やめとこう。うん、すごいもったいない気がするこれは。うん、さすがにわかる。ココドラ入れ替えます。ココドラ、ドラゴン、キモタカシ言ってくれ。ちょっとわかんないときはキモタカシに任せよう。なんだココドラ。あー、ボスゴドラになるやつだ。ドラゴンだ。地面かな。あ、地面だったら等倍ってことはやっぱそうだね。うん、合ってる合ってる。ドラゴンで今一つで地面で抜群で等倍だね。落雷、落雷か。じゃあ順番に出していこうか。うん、落雷はメガ進化するポケモンね。うん、威嚇攻撃下げて噛みついちゃう。落とせる、噛みつくで。落とせる、落としちゃってくで、くで。うん、ナイス。まあいいよいいよ、静電気ぐらい全然問題ない問題ない、すぐ直してやるよ。かっこいいだけじゃダメか。確かに最後のあの何、落雷はかっこいい。ここ、ちょっとどけよ。あ、ここ、なんでも直し。はい、アイテム。麻痺直しとかは持ってたっけ？あ、あるじゃん。使おう。うん。よし。もうダウジングマシンは基本つけていこう。うん。よし。
あれ？ここ。あ、ここ。よし。スーパーボール、そうだよ。あの、トレーナーの時スーパーボールもう絶対投げないからな。お得な掲示板。ポケモンを眠らせたり麻痺させると相手の自由を奪います。これはポケモン勝負の重要なテクニック。テクニック、めっちゃ落ちてるやん。ここあれなんだろう。あれてかこれつけてたらあの忍び足ができない。元気のかけら、これ頭につけてると忍び足がね封印されるっていう。回避。まだ長そうだもんね。いるね。上か、向こうだな。これ、よし。モンスターボール。よし。もう落ちてないかな。めっちゃ落ちてる、ここ。あ、あ、あ、落雷。まあけど電気はいらないんだな。うん、ピカさんがいるから。電気はピカさんがいるからさ。ここは110番道路上近接シティ。木の実ひめり、うん、はい、ひめり、全部ひめりだね。よし、これもひめり。トゥ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 ン。おっさん、上と下2つの道路、人間とポケモンそれぞれの道路だと思えばこれもありなのかもしれんの。そうだの。おっちゃんこの頭につけてるこのダウジングマシンつけたら面白くなりそうだね。なんか宇宙人みたいになるんじゃない。つける。いや、いやか。危ないっていうか、これは大丈夫な人か。大丈夫な人だ、うん。この回サイクリングロードを自転車で走り抜けたら、断然気持ちよさそうだね。うん、そうだね。チャリ持ってないから、お兄ちゃん、お兄ちゃんチャリ持ってないんだ。シーサイドサイクリングロード、これちょっと倒すか。先ね、コイキングはカモなんでね、多分まだ、うん、コイキングだと信じて。えい、釣りの最中に話しかけるな。ああ、これ釣りガチ勢の人だからやばいな。高文。メロクラゲ。メロクラゲか。ダンバルで大丈夫かな。まあ、毒は効かないっていう。あ、いいの持ってんやん。音波とかやめてください。よし、ナイス、よく打った、抜群だ。うん、まだ持ってる。ホエルコ入れ替えましょう。うん、タピオカ知ってくれ。ホエルコ、ちょっと釣りしてみるかな。ここら辺でなんか釣れるかもしれないもんね。OK、 一発急所。もしかしたらなんか釣れるかもしれないじゃん。それこそ水タイプホエルコとか。16、うん、負けた、悔しい。賞金として、うん、よし。水面に浮かぶ浮きをじっと見る集中力が大切なんだ。
なんか釣れない。はい、目のクラゲレベルは、あ、やっべえ、ダンバル戦闘にしてた。ゴゴミー、ゴミだな。やっぱボロの釣り竿では限界があるんだね。うん、よし、ポチタカシを先頭にして、一応ちょっとね、この出口もね、出口もちょっと調べとこう。近接の活ね、ウィンドウ・オブ・近接。受付の彼女はかつてそう呼ばれるほどの走り屋だった。へえ、こんな綺麗な人がね。歩きではサイクリングロードを楽しめませんよ。いずれかの自転車に乗ってから、乗っていらしてくださいね。何を言うか。エテのこの素晴らしいランニングで、そのサイクリングロードとかやらを攻めてやる。行こう。これもうすぐあれかな。あ、町？もう着いたけ？これ着いたけ？近接シティ、なんかすごいとこに着いたぞ。あ、しげるじゃん。ここが近接シティ。みずるくん楽しそうだね。どうする？近接キッチンにご飯でも食べに行くかい？それともサイクルショップ風野に自転車を買いに行こうか？健康のためにいいと思うんだよ。甘やかしちゃダメだってみつるを。いえ、まずはジムに挑戦します。へえ。ジムの場所はこのまままっすぐ中庭を通り抜けた先ですね。えっちょみつるくん。みつるとの再会。なんかすごいね、ショッピングモールみたい。わしは方角4姉妹4女、この先は110番道路、サイクリングロードやらカラクリ屋敷がある。わかった？道路。変わった道路じゃん。この町は東西南北に道が通じているから、いろんな人がやってきます。はあ、なるほどね。チャリだ。あ、なるほど。なるほど、なるほど。ここは近接シティ、明るく輝く楽しい町。正面がジムで、ここがサイクルショップ風の。うん。入ってみよう。え、これが。あ、これは何？駐輪場か。あ、駐輪場だ。あぶね、危うくチャリパクするとこだったもん。近接は自転車乗りに嬉しい街だぜ。駐輪場もたくさんあるし、サイクリングロードも近いしな。なんか落ちてない？落ちてない。こっちは？これなんだ？あ、ただのベンチか。今回ベンチ座れないんだね。2階もあるし。ちょっとまずはさ、1階から探索させてよ。これ何？コーヒーと音楽と純喫茶歌声。入ろう。私ね、この町にある技を教え塾の講師です。肝心の生徒さんがゼロなもので、いつもここで飲んだくれています。美味しい水を。ああ、教えたい。ケルディオあるいはメロエッタに技を教えたいのに。なるほど、教え技の人ね。うん、ケルディオとメロエッタね。音楽って不思議よ。昔聴いてた曲を聴くだけで、その頃のことを思い出すの。うん、こいつのボーカルと俺のギターで世界中を虜にするぜ。おい、世界中を美食屋だらけにする気か。ガリリ、近接のおすすめスポットだと、名もポケモンリフレに決まったら、
誰だって自分のポケモンに懐いてほしい気がするな。あらいらっしゃい、ここは純喫茶歌声。歌は世に連れ、世は歌に連れ。今の時代に流れるのはどんなメロディーかしら。臨床、うん、ありがとう。それをあげる、今という時代に生けるあなたはどんな歌を口ずさむのかしら。そうだな。生きたままの人形はなかったき。ちょっとこれ店が多そうだな。ほんと昔ここで商いしてたんだが、いろいろあって店を畳んでね。その頃の景品が余ってるんだが、よかったらもらってやってくれんか。はい、いいよ。キモリンドール、キモリドール、やっとぜ。アチャモドール、水五郎ドール。お、ありがとうよ。そいつらも喜んでくれる。近接ゲ失礼むせた。近接ゲームコーナー店主、うん、あーし、ゲーセン閉まっちゃったんだ。こっちはさ、あー閉まった。いや、まだ。中央はちょっと最後にしよう。うん。中央行くのは最後ね。こっちは？こっち出口だよね。こっち出口。いや。わしは方角4姉妹長女のこの先117番道路をポケモンを預けられる育て屋さんがありますぞ。はいはい、なるほどね。お。あら、いらっしゃい。ここは鏡だけを特別に取り扱う専門店なのよ。って言っても旦那が集めたよくわかんないものの展示をしてるんだ、してるだけで、売り物は何もないに等しいのよね。ここにあるこの鏡はトルネロス、ボルトロス、ランドロスってポケモンに使うための鏡なんですって。本当かしらね。知らん。知らん。ばあさんのポケモンにと思ったが、ここの店のリボンはどれもこれも高いね。リボンショップ高すぎへようこそ。本日はどちらにいたしましょう。ゴージャスリボン、お目が高いですわ。お手やすい価格でよく出てる商品ね、商品なんです。こちらお会計の方が1万円になります。払いましょう。失礼ですけど、お手持ちの方が。さようなら。高いね、うん。ここで適当にダラダラ過ごすのが方園で一番のレジャーなわけ。まあ確かにこういうショッピングモールは本当そういうのがね、楽しいもん。うん。ポケマイルポイントと景品を交換しますか。はい。持ってんのポケマイルポイント。あ、なんか18ポイントある。まあこれは、うん。なし。これはなし。商品だけ見して。何があるか見して。木の実ジュースとか、ゴールド、いい傷、すご傷、ハイパー、PP8、PP8、120。どちらにせよだな。で、こっち。あら、いらっしゃい、よく来たわね。ここは、リフレクソロジーというか、マッサージするところなの。お？ポケモンのね。